どうもシュンス TV です。皆さん大変です。前回の動画見てくれた人は分かると思うんですけど、箱根温泉旅行に行って、そこにスマイリーロックさんを置き忘れてしまいました。やばいです。一応ね、今すぐ取りに行けば間に合うと思うんですけど、逆に言ってしまえば今すぐ行かないと多分スマイリーロックさんはもういなくなっちゃうと思うんですよ。いやー、でもね、ここから箱根まで車でそこそこかかるので、今すぐ行くっていうのは結構厳しいんですよ。いやー、ちょっとマジでどうしよう。スマイリーロックさん助けたいんですよね。あ、ジェニーちゃん、あの過去の動画見てくれた人は分かると思うんですけど、ジェニーちゃんは瞬間移動とか空中浮遊とか、あと物を浮かすこともできるので、このジェニーちゃんだったら今すぐスマイリーロックさんを取りに行くことできると思います。ジェニーちゃん、お願いがあります。スマイリーロックさんを助けに行ってください。あのここに iPhone がありますので、 iPhone を持って一瞬で今から箱根に瞬間移動してください。そしてジェニーちゃんが iPhone からビデオ通話をしてくれたら僕がそこから指示出すので、どうかスマイリーロックさんを助けに行ってください。お願いします。ジェニーちゃん、ジェニーちゃん、ダメみたいです。すいません。皆さん、今すぐ箱根に行かなきゃいけなかったんですけど、スマイリーロックさんを助けに行くことは難しいみたいです。ということでですね、スマイリーロックさんとは、今日でお別れになる。え、喋った？ママ。おお。お。え、え、お。消えた。皆さん、ジェニーちゃんがいなくなりました。しかも iPhone もなくなってる。もしかしたらこれ、ジェニーちゃん箱根に行ってくれたのかもしれません。よかったら待ちたいと。お。パソコンの方にビデオ通話が来ました。ちょっと出てみましょう。ジェニーちゃん、あれ、ここどこ。おお、ジェニーちゃん、ママ。え、ちょっと待って、ここってどこ、どこですかねこれ。ママ。ジェニーちゃん、ここはどこですか。ママ。え、ちょっと待って、どこに移動したのよ。え、あれ、これってもしかして箱根の温泉旅行ですよ。昨日行った箱根パークス。え、ちょっと待って待って待って、エレベーター、エレベーター乗ったよ。いいね、ジェニーちゃん、2階だよ、2階。分かってんのかな。あれ、ジェニーちゃん2階だよ。あ、でもなんか動いてるっぽいですね、エレベーター。ママ。おお、ジェニーちゃん、さすが、素晴らしい、ちゃんと言ってくれてますよ。おお、あれ、ジェニーちゃん、ここは何号室。そう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 、ここここここ、いいね、ジェニーちゃん、この中にいるはず。あ、でもジェニーちゃん鍵開けれないか。おお、すげえ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 、どういう能力よこれ。ジェニーちゃん、ママ、あの、わかるかな、あの奥に進んでって、その扉、その扉、そう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 、ここここここ、ジェニーちゃんの力で開けれる、いけてんのかな、いけてんのかな、どうな。おお、いけた、スマイリーロックさん、ごめんなさい。しかもなんかもう清掃入ってるのかな。いやー、スマイリーロックさん、ジェニーちゃんが助けに来てくれた。ママ。よかったー。いやー、ジェニーちゃん、助けに来てくれて感謝してます。あれ、消えた。おお、すげえ、ジェニーちゃん、こんな一瞬で箱根まで行ってくれたんだね。いやー、よかったです、よかったです。皆さん、見事ジェニーちゃんがスマイリーロックさんを一瞬で助けに行ってくれました。いやー、もう本当に感謝ですね。これでこれからも、まあ、スマイリーロックさんと一緒にやっていくことができますので、もうめちゃくちゃジェニーちゃんには感謝しておりますので、ではまたお会いしましょう。さようなら。いやー、ジェニーちゃんに感謝です。
無事に帰ってこれました。あ、さてスマイリーロックの質問コーナー、スマイリーロックに質問、忘れられてどうですか？いやー、とっても寂しかったですよ。でも石は忘れられることが多いので慣れてはいますけどね。スマイリーロックさんに質問です。ベンソンはどう思いますか？あ、ベンソンは腹話術人形なので操られることが多いんです。なので誰かの影響を受けやすい。おそらくギャビギャビの影響を受けてるんだと思いますよ。皆さん、ベンソンがまた襲ってくる日が来るでしょう。またお会いしましょう。